それでは勝利者インタビューを行います。見事勝利いたしました。サントリーサンバーズ8番柳田選手にお話を伺います。まずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます。2セット選手されての逆転勝ちとなりました。試合を振り返っていかがでしょうか。そうですね。あの FC 東京さんがすごいサーブでプレッシャーをかけてきて中でまあすごい厳しい戦いだったんですけど、まあそこからしっかり3セット目から切り替えてあの自分たちのバレーを展開することができたのでそれは良かったと思います。 さあこの勝利でレギュラーラウンドサントリーサンバーズは20連勝となりましたファイナルステージに向けてもこのチームの状態柳田選手かかから見ていかがでしょうかまあこのリーグ後半に向けてかなりまたチームの,あの完成度も上がってきていると思うので、まあ、今日に関してもあの修正するとかしっかりして対応できたと思いますしあのそういったところを強みにして引き続きき続戦っていきたいいたと思いますさあそしてファンの皆さんもたくさん駆けつけていただきました。 ファンの皆さんに向けて、そして次次の試合に向けて一言お願いします。はい、えー、いつもたくさんの応援ありがとうございます。えー、まだまだ過境、えー、になってきますが、自分たちがもっといいバレーを見せていけるように頑張りたいと思っていますので、引き続き応援よろしくお願いします。さようなら。ありがとうございました。見事勝利いたしました。サントリーサンバーズ8番柳田選手にお話を伺いました。どうぞ。